おい、サラサヘなどうするって子供みてんたくして食わねえで。ごま団子。うん、あのや、なんてしてんの、あの、よもぎ。よもぎなんだ、ごま。例えばね、ごまじゃねえんだ、それ。ごまだか、よもぎでいいか。もうね、よもぎだべな。食っちゃう人よもぎって喋ってると思うだもん。わみじゅうだけなんでな。長さ何入っちゃう、あっこ。歯の毛がある。歯くむたどくはなんかむたむたど。歯くついてやむたむたど食うもんだね。うん、おいしいよ。ロー一目惚れだとは。一目惚れ探してこながら。どうせ邪魔にびんの。米買ってくるじゃん、一目惚れっていう。一目惚れは一目惚れろっつって。あのさつこいてや。バラバラバラとこいて。感じてれば。まだ。スタッフが無駄に。スタッフ来たって。一緒にじゃ、ご飯を食えば、その横にいて、さつくらにしてバカだっつの。だな。あれ、多分金ねえやつ、それ。帰っちゃう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 。なんか痒くねえじゃん。帰っちゃってばよ。帰っちゃってばよ。やめろって。こっちゃってばよ。こっちゃってばやめろって。こっちゃ。今相撲取ろう。相撲取れば数だ。どうも。うん、さすが。今やめろ。あれ願いさせてくればいいよ、ケイタロ。おめえ願いさまって言ってくれ、和牛だ。和の係じゃねえ。おめえのだね。あれ、今の人たちは近いだらねってくたんね。やめろって。あれはせっかくさ、今度それかっぱねとか。はい、どうもお疲れ様です。今ね、ちょうど動画のネタがめちゃめちゃ切れたっていうことで、で今日一日結構暇なんで、なんかしないとなっていうので、今ちょっとジムに立ち寄って、このこれ、はい、筋トレグッズ、まあ背中の費用の筋トレグッズのやつ持って、でなんかどっか行くかなって、であわよくばどこもねば温泉でも入ろっかな的な感じで思ってるんですけども、どうすかね。天気はめちゃめちゃいいんすよね。快晴、もう快晴、もう花粉症の薬飲みましたもん、ダハンで。快晴すぎて、こういう日はね、花粉がビュンビュンバンバンボンボン飛んでるんで、あのどうしようもないんで、ちょっと花粉症の薬の飲みました。いやー、今日は富士山が綺麗だぜ。富士山、岩木山や。はい、ユニクロで短パンと T シャツ、これでジム行けるわ。はい、じゃあ着きました。ということでね、筋トレしていきたいと思います。行ってきます。よし、ここ来るの2回目なんですよ。結構機材揃ってていいっすよ。はい、どうも、じゃあ筋トレ終わってきました。今日は背中やって結構やりましたね。マシンとかあったんで、ちょっとマシン系もやってみて、まあたまにこういうところ来れば楽しいですよね。ドラレコの熱波ゲルやつちょっと買わないといけないんで、大手の車屋さん行って来ますわ。ドンキホーテとかさあるっしょ。ドラレコ、今ドラレコくっつけるところとんでもないことになってるんで、なんかドラレコくっつけるところが
剥がれで靴がなくなったんですよ。で今こういう状態、こういう状態になってるんで、ちょっとこれくっつけるシールとか買ってきます。重いのかなこれ。ドラレコのくっつけるテープが全然なくて、我が瞬間接着剤やったんで、一応瞬間接着剤は買ったんですけども、まあこれ使うか分かんないんで、ちょっとまあこれ五所川原さえって買うのかなっていう感じ。だいぶもう綺麗な夕焼けが見えるようになってきましたね。はい、ちゅうことで、ドライブスルーでちょいマックしたいと思います。ドライブスルーでちょいマック。皆さんこんばんは、ご来店ありがとうございます。注文決まりましたらドライブします。こちらからメニューボードご覧いただけますか。はい、コールドブリューコーヒーで、はい、コールドブリューコーヒーで、ベンティーの、はい、高リスク舐めでお願いします。はい、はい、そのブラのコーヒー多めでよろしいですか。あ、いいですか、お願いします。はい、ご一緒にアンバターサンド、ご一緒にこちらにアンバターサンドなどの相性いいんですが、一ついかがですか。抹茶のアンバターとかも今人気ですが。あ、ダイエット中なんで。はい、お立ちからお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ブリューチェンでよろしいですか。はい、はい、会計549円です。はい、先方でお会計いたします。はい、お休みください。ありがとうございます。こんにちは。お客様のお会計549円です。はい、お願いします。はい、こちらタッチお願いいたします。はい、ありがとうございます。抹茶大丈夫ですか。抹茶、抹茶お好きですか。抹茶、はい、大丈夫です。はい、先に店舗控えをお渡ししまして、はい、お渡しいたします。あ、ありがとうございます。でこちら抹茶のワンバターサンドご試食。今大丈夫です。ダイエット中なので、ごめんなさい。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。さて、コーヒーも買い出し帰りますか。これドラレコさつけるシールと、これくっつき割り班でドラレコさ、もうボンドでくっつけちゃう。ボンド、瞬間接着剤でくっつけちゃう。ということで、貼ってきます。もう瞬間接着もスピード命らしいんで、これは。で、ジェルタイプ。これ、一発これ、開けてそのまま閉めんのか。で、このシール。ドラレコ用のシール、これ。これ、ドラレコ用のシール。貼ってきます。よいしょ。今期しか幅ねえ半で、こんだけでっけえのよ。なんでちょっと半分ぐらいに切ります。もう目分量こんなのは。はい、切りました。半分ぐらい、この赤いところ、こうちょっと剥がしにくい半で、ちょっと赤いところ剥がれねえ、あげえとこ剥がれやすくあれよおめえ。これ何なんだろう、なんでこうなんだろう。これなんか剥がしやすい方法とかあんの。めちゃんこ剥がしにくい。はい、剥がれた。これこっちさ、ペタッと貼ってもすぐ離れでもあるんで、こうここさ、ボンド付けで強化します、この粘っぱりを。ちょっとこれ車の中だはんで、こぼれたら嫌な感じで。うわ、ボンド出た。こうボンドをこう、ジェル状なんでね、こうボンドで、そう、このゴムにくっつけます。でこのボンドが固まるまでまだ時間がかかるらしいんで、ちょっとつけで待ちますか。ここにこうくっつけます。で、はい、あ、やべ、ちょっとずれ、おい、大丈夫そう。ボンドとこのゴムが一体化してペチョッとなってくれればバッチリ。これでちょっと乾かします。
で春一よな、春一結構大事よ。車検ある班でさ、確かなんか 25% 以上なんかこう腹立ってればダメみたいなのあるはずだ班で、これボンド漏れじゅうな、大丈夫か。ガラス札が似合いばって、ガラス札ついた時が悲惨よね、このパターンでいけば。もっと瞬間接着してくれよ、もっと瞬間接着剤買ったんだ班で。これ瞬間接着じゃちゃい、瞬間接着剤ではない、もしかして、もしかしてこれ相性悪い可能性。あ、でもこっちくっついてきた。じゃあまではくっつぐっちゅう話で、ジェルが固まる班で、ちょっとまだに甘いんだ。じゃあちょっとまずが、これこのまま一旦放置します。一旦放置、じゃあこのまま明日に放置。誰もいねえ。これが、よいしょ。よし。ちなみにイクラは醤油つける派ですか、つけない派ですか。僕はつけません。醤油っぽい。この味っぽいやつ、ブリブリで美味しかった。2個入ってて正解。
はい、ちゅうことで一日経ちました。これちら、おお、がっつりくっついてるね。いいね。っていうことで、じゃあこういう感じで取り付けられました。で、もうしっかりボンドで1日経ったんでがっちりくっついてあります。よし、はい、これで OK。 よし。